巡洋戦艦天城、指揮官様にご挨拶申し上げます。あ、大丈夫です。ちょっと風に当たりまして。ふっ、指揮官様、本日の予定表と要確認の書類はここに置きました。ほん？この程度のお仕事は一人でもできますよ。大丈夫です。天城、お菓子を食べた時にむせてしまいました。さすがはロイヤルのメイド長。素晴らしい紅茶に天城感服いたしました。赤城、指揮官様は指揮官で子分じゃありませんよ。もうこれ以上困らせたら目しますよ。あら、またまんじゅうを柏餅と勘違いして。天城、お腹が減っているからなのかしら。これは滑り落ちたのではなくて、え？風邪をひかないようにですか？はい、天城、養生に気をつけます。ん？指揮官様？今、思案している途中ですよ。ふん、指揮官様、おやめください。未完了の任務があります。任務報酬、一番有効な使い方にしておかないと。指揮官様、任務完了です。次の任務はいつ頃ご確認いただけますか？お菓子の差し入れですか？は、普通の手紙ですね。お帰りなさいませ、指揮官様。中央のお菓子でもいかがですか？よければ、天城もご一緒に食べてもいいですか？指揮官様、体調不良が精神に支障をきたしているのかしら。天城は獣王と赤城、そしてこの母校の仲間たちを守るために何でもいたします。指揮官様、何でもお命じくださいませ。健康でいてほしいって、それはもちろん、指揮官様の部下としても、幹線としても、体調管理は大事ですが、天城は、特別に何かした方がいいのでしょうか。指揮官様、委託完了しました。指揮官様さえ良ければ、天城に、次の出撃人選を、提案させていただいてもいいですか？赤城を守るには、天城も強くなりませんとね。計画通りに参りますね。では、この勝利をどう利用するか。ふっふっふ。赤城たちに見せる顔がありません。ふっふっふ。計算を間違えたのでしょうか？